はい、札幌占い美容室ハイマッシュの後藤です。美容師ぶった切る企画、まあ美容師今日はねぶった切るっていうよりはシャンプーの話です。薄毛にならないシャンプーってどうなの、薄毛にならないシャンプーってどうやったらいいの。まあよく剥げやすい場所、薄毛になりやすい場所って皆さんまあちょっと政治家の方とかちょっとねイメージしていただくと分かるんですけど、ちょっと政治家っていうともね申し訳ないですけど、ここからハゲてる人、ここハゲてる人っていうタイプと、あと M パゲですね、前から来てる人、まあこの2通りなんですよね。でハゲてる人で、このネープの方ハゲてる人、ここハゲてる人って病気とかの方ですね。病気でハゲてたりとかストレスでハゲてる人はまあこういうところハゲたりとかサイドがハゲるんですけど、基本的にハゲる場所ってこのトップのところなんですね。この皮膚が硬くなっているとハゲやすいっていうのと、やはり現代のシャンプーとかってかなり髪の毛を保護するものだったりとかツルツルさせるものっていうのがいろんなものが入ってるわけですね。シャンプーと同時にそういうのがこう付着していくわけですよ、保湿成分として。でそれが頭皮に残りやすいんで、結構メンズの方とか気をつけた方がいいのが、シャンプーするときにバーって流して終わってしまう。ほとんど流せてませんから、それってしっかりまず流していくっていうのが大切です。でこのポイントですね、ここをマッサージしながら流すんですけど、じゃあどうやって流すのかっていうですね、まずじゃあシャンプーの泡立てる方法も、この髪の毛があったとしたら、この髪の毛を洗うイメージです。シャンプーっていうのは髪を洗ってください。頭皮を洗うんじゃないんです、髪を洗うんです。で、この髪の毛を洗った泡が頭皮につくぐらいで僕はいいかなと思います。あんまり洗いすぎると、逆に油がなくなってしまったりとかですね。でよくヘッドスパとかでも油取りましょうとかって言ってるのは、僕は半分間違いなんじゃないかなと思って、油取んない方がいいんじゃないのっていう、ヘッドスパとか、まあそれも一概には言えません。油取って除去することがいいのかなっていうのを疑問に感じてしまって、多少油あった方がいいんじゃないのかなって思うんですよね。で結構お客さんでも多いのが流し忘れっていうか、あんまり流してない、そしてそのまま乾かさないで寝てる方とかって、髪乾かない人とかいるんですよ。あれってカチオン成分っていうのがついてて、そういう、保湿みたいなものがね。なんで最近ノンカチオンシャンプーとかっていろいろ出てきてるんですけど、まあノンシリコンでもノンシリコンじゃなくてもまあいいので、とりあえず細かいシャンプーの種類言っちゃうとちょっと長くなっちゃいますから、しっかり流しましょう。一個用意していただきたいのはタオル。なんでかっていうと、タオルが1枚あると水が溜まるんです。この繊維のところに水が溜まってたくさん溜まります。手でやると、手の隙間からお湯が流れます、逃げてきます。結論言います、頭を浴槽につけるぐらいにすればいいってことです。で洗うのはシャンプー、今ちょっとシャンプーできないですけど、シャンプーで洗うのは髪の毛をこういう風にシャンプーするんじゃなくて、髪の毛の上ですね。ここ髪の毛洗いたいわけですから、シャンプーでね、髪の毛洗いたいわけですから、髪の毛をこういう風に洗っていくわけですね。円を描くように洗っていきます。髪の毛を円を描くように洗っていく感じです。こんなんで大丈夫です。頭皮を洗うというよりはもう手のひらでいいんですね。手のひらで髪の毛をこう洗っていってください、皆さん。もしくはこういう風に洗う、髪の毛をこういう風に洗っていきます。こういう風な感じで洗っていきますね。まあ頭皮にはつくんですけど、で頭皮に直接こうやって洗うっていう感じじゃなくて、手でこういうふうに泡をしっかりこう泡立たせていく、髪の毛で泡立たせていくっていうのがベストな状態なんですね。じゃあなぜねこういうふうに洗っちゃダメなのかっていうと、やっちゃいけないのはこれから髪の毛の仲間になってくれる赤ちゃんの毛っていうのがここにピロ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 って生えてるんですよ。新生毛、ただ細いやつです。カットしてないやつ、細いのがこう生えてるわけですよ。要は皆さんメンズで多いのがガシガシ洗っちゃうんで、この新生毛を取っちゃうんですね、その勢いで。この新生毛、短いこの新生毛をシャンプーで取っちゃうんですよ。だから薄毛になるんですね。使ってるシャンプー剤の話はまた別でになるんですけど、シャンプー剤は置いといて、やり方ですよ、この新生毛を生かさないとダメなんですね。だから、美容室とかではね、ガシガシ洗いますけど、美容室で本当にこんな洗い方してたらはって思われちゃいますから、僕も半信半疑でやってはいます。美容室ではこんな洗わない方がいいのになって思いながらやってるんですけど、それはしゃあないので、リラクゼーションを求めてきてる人がいるので本当は良くないんですけどね。
で、シャンプーは泡立てたら直接ですね、一番良くないのはこれ、シャンプープッシュしたら直接つける人、これダメです、絶対良くないです。まあ泡立ちネットとかはなくてもいいので、手でこうしっかり泡立ててから、柔らかくしてから、つけるようにしてください。じゃないと直接ベタってつけちゃうとすごい濃い状態で頭皮に残っちゃうんですね、保湿成分っていうのは。なのでその保湿成分が残ってしまうと取れないんですよ、取りづらいです、汚れみたいな感じで髪の毛に。でメンズなんか大体流さないですから、バーって簡単に流して終わりって感じですから、絶対残ってます。なんで皆さん2倍ぐらい流してあげてください。例えばもう割合で言うとシャンプーが2、流すの8とかそんな感じでいいと思うんですよね。そこでタオルを使います。タオルを1枚お風呂に持ってってください。専用のタオルでもいいのでお風呂場にかけといてください。でなぜそうするかと言いますと、まずシャンプーはこの新鮮毛を取らないようにねします。特にここですよ、新鮮毛を取らないようにシャンプーをしていきます。このような感じで優しく洗っていきます。手のひらで洗っていきます。指は使いません、手のひらで十分です。で泡立ってきたら全体に泡をやって、でまあね、この根元部分ですね、ここはに泡をつけていくような感じですね、根元に泡をつける感じ。それから流しです。シャンプーはもうそのぐらいで大丈夫なので、シャンプーのシャワーですね、シャワーがあったらこうです、タオルを持ってください。でタオルを持つことによってお湯が溜まりますから、プラスもう一つあるんです、マッサージができるんですね。素手だと滑っちゃってなかなか動かないんです、頭皮が。でこの剥げるポイントのこの部分のところをマッサージしてほしいんですね。なぜかっていうと、マッサージすることによって毛根が少し、髪の毛入ってる毛根が動くんですね、こういう風に。で毛穴の中に詰まったシャンプー剤とかも取ってくれるんですよ、動かすことによって。でどういう風に動かすかっていうと、手をこういう風に動かせばいいだけです。そうすることによって、毛穴がキュッて、なったり開いたりっていうのを繰り返してくれます。そうすることによって、薄毛を防げることができるんですね。なのでシャンプーヘッドを持ったら、このままトップにこういう風にやってください。そしてタオルがあると摩擦が効きますから、このままわかりますか、こういう風に手が動きますよね、こういう風に、はい。まあ、女性の方もそうなんですけど、特にこの薄毛になりやすいポイント、つむじのあたりとかもこういう風に頭皮を動かしてください。タオルがないとテンションがかかりませんから、このように動かします。これ水がジャーって流れてる状態をイメージしてくださいね。で今度前の方です。でこのタオルを持つことによってここに水が溜まるんです。で水が溜まることによってお風呂の浴槽に頭をこうつけてる状態が作れるんです。そうしながら毛穴を動かしていくことによって、毛穴の中に溜まったものとかが、余分なものとかが除去できますので、水でガシガシこうね洗って、指で頭皮の油を取るっていうのは絶対やめた方がいいです。剥げます、薄くなります、将来。なので、頭皮のシャンプーはほぼしない状態にして、流しをしっかりしてくれれば汚れなんて落ちますから、シャワーを持った状態でシャワーを頭皮の近くにやって、タオルにお湯をためながら 1,2,3,4,5 回、そして今度前に持ってきて 1,2,3,4,5 回、つむじのあたり 1,2,3,4,5 回、その後ろ 1,2,3,4,5 回、5回、後ろもネップも5回ですね。そして今度横の方は耳のところをちょっと押さえてもらって、ここに溜めます。これね、タオルがなかったら水が全部流れてしまうので、タオルを持つことによってしっかりお湯が溜まります。そして反対側もそうです、こういう感じでやります。そうすることによってお湯がしっかり頭皮に回ります。はい、頭皮の毛穴にしっかり回っていきます。これを毎日することによって薄毛が防げますね。でリンスする場所もう皆さん知ってると思いますが、リンスする場所はこの青いところですね。ここにはリンスつけなくていいですよ。要はリンスっていうのは頭皮につけるものではありません。髪の毛をコンディショニング効果でツルツルさせるためのものだけなので、リンスもどのぐらい流したらいいのかなっていう方もいらっしゃるんですけど、リンスもね結構しっかり流しちゃって大丈夫です。でリンス流した時もしっかり頭皮にね、また残りますから、絶対下向いてやったとしても。なんでしっかりここをねこう揉みながら毎日、本当に何秒の違いですよ。これを毎日やることによって将来の薄毛変わってきますからね。新生毛ってすごい弱いんですね。それを
取らないように、これでこういう風に横がねちょっとマッサージしづらいので上だけで大丈夫ですから、つむじと前の方ですね、この生え際とかで、これをしっかり流すことによって、あの要はこの流れて中途半端にバーって流してお風呂出てしまうと、あの耳周りとかね、こういうとこニキビもできやすいんですね。余計なものがこうついてしまったりとかして、こんだけしっかり流せばもうこの辺も全部流れますから、そのぐらい流していただくのにこのタオルが1枚必要なんですね。多分ね、皆さんなかなかこんな情報ないと思うんですけど、タオルを使って流すっていうのは非常に大切です。僕も美容室で使ってはいるんですけど、全然お湯の溜まり方が全然違うので、まあ、タオルは別に何でもいいですから、ちょっと厚手のタオルの方が溜まりやすいですよね。はい、そういうのでこう少し溜めてあげるという感じがいいかなと思います。まあ、上級者になってきたら、シャンプーをタオルにこういう風にやって、もう上級者ですよ、これはね。シャンプーを直接ここにやって泡立てますね、こういう風に。で、その泡立てたのでこう洗います。もう上級者の場合ですね、その泡立てたので手で洗うんじゃなくてタオルで洗うみたいな感じです。それぐらいでいいんですよね。で、そこでもうバーってやって、ここでマッサージをしていくと、これがまあ一番上級者のちょっとシャンプーのやり方になります。はい、もう素手は使わないっていうことですね。それだけで、今後の、何年後とかもすごい変わってきますから、シャンプーは非常に大切かなって。女性の薄毛も今非常に多くなってるんで、ぜひまあいろんな方に見ていただきたいんで、この動画シェアしていただければいいかなっていうふうに思っております。はい、まあ、今日のシャンプーの仕方なんで、の動画でした。はい、ですので、まあ、何か、まあ、ちょっとね、こういう美容室の裏側の話とかもそういうのもしていきたいと思うんで、ただ面白いだけじゃなくて、本当ためになる情報だけを伝えていきたいと思うので、皆さん応援していただきたいので、チャンネル登録とかしていただければ、モチベーション上がってもっと頑張れますので、ぜひ協力してください。これからも皆さんのためになる情報だけを、配信していきたいと思います。美容師さんにちょっと嫌われてしまうかもしれないですが、結構コアな裏側の内容を今後も発信していきますので、応援よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。では皆さん、バイバーイ。